今日は子どもに喜ばれる腹話術を皆さんにシェアしていきたいと思います。ねえミーチェル、あれでしょ、あれ、あのさ、いっつも幼稚園とか、保育園とかでやるあのネタ、あれさ、めちゃくちゃウケるよね。楽しいよね。子どもたちがキャーキャーって言うよね。うわー、嬉しいな、あれやれて嬉しいな。イエーイ。みんなさ、ぜひ参考にしてくださいね。チコちゃん、チコちゃん、うん、どうしたの。あのね、うん、今日はね、うん、コボちゃんとやるんだよね。今日コロちゃんとやるの。うそー。ほんとがっかり。つまんないな。はい、それではね、始めていきたいと思います。実はこのネタ、海外の腹話術師の人がやっていました。で、子どもたちがすごく喜んでいたので、私も、真似して公園でやってみたところ、とっても子どもたちがね、喜んだので、皆さんにも紹介したいと思います。ではですね、今ここは幼稚園とか保育園だと思ってみてください。それでは始めます。じゃあね、みんな今からね、この風船があっという間に消えてしまうっていうね、マジックをね、やってみたいと思います。コロちゃんね、風船がね、このね、風船がね、大好きなの。で、大好きでね、私がって膨らましてると、パチッて、終わっちゃうから、みんなね、この風船がね、割れないように見張っててくれる？いいかな。今から膨らますから見張っててね。いい？ね、はい、はい、じゃあね、コロちゃん、あっち見てて。そう、あっち見ててね。いや、あっち見てて。いい？今からね、膨らまします。コロちゃん、あっち見てて、あっち、はい、みんな教えてね。あっち見てた、あっち、いい？まあいいや、これぐらいの大きさで。じゃあね、コロちゃん、今度はこの風船をね、持っててくれる？しっかり持っててよ。え？今ね、コロちゃんがこうやってしっかりと風船を持っててくれてるけれども、コロちゃん、ちょっとしっかり持ってて、ね、ね、今からマジックやるんだから、しっかり持っててよ、わかった？はい、ね、今からね、あっという間に風船消えちゃうっていうね、マジックを、ちょっと、じっとして、ここで、ね、わかった？はい、ね、もうね、こんなところちゃいだぞ、ちょっと、もう、ね、コロちゃん、みんな見てるのね、しっかり持っててよ、わかった？あ！どうしたの？めっちゃ面白かった。コロちゃんでしょ？うん、コロちゃんさ、風船大好きなのにさ、すぐ売るし、体が軽いからふわーって浮いちゃうよね。そこが面白かったな。よかった、チコちゃんに喜んでもらえて。うん、皆さん、参考になりましたでしょうか？ぜひやってみてくださいね。はい、それではさようなら。さようなら。もっと見たい。もっと見たいの？